パキスタンの歴史では1947年にイギリスから独立を果たしたパキスタンの歴史についてもべる。パキスタンにはインダス川本流の93%があり、インダス文明の都市遺跡としてモヘンジョダロやハラッパーがよく知られている。インドパキスタン分離独立1947年8月14日、イギリスより独立を果たしてパキスタンが成立した。 インドとは別に独立という形になり、ムスリム多重の地域を中心に構成された。その領域は、現在のパキスタンのほかベンガル地方の一部を含むものであった。また、国家体制としては、イギリス国王を元首にいただく、英連邦王国だった。独立間もなく、カシミール地方の帰属をめぐって、第一次インドパキスタン戦争が勃発した。カシミール地方は、かつて、 ジャンムーカシミール繁王国として、英領インド帝国の一部を構成しており、その繁王はヒンドゥー教徒であったが、住民の多数はイスラーム教徒という状況にあった。そのため、この地域の貴族をめぐって、パキスタンとインドの間で対立が生じたことから、両国の軍隊が派遣されて第一次、インドパキスタン戦争へと至ったのである。この両者の対立は、 国連の中介で停戦へと至った。このインパ戦争の最中、建国の父としてパキスタンを率いたジンナ総督が1948年9月に死去した。さらに、リア・カトアリーハーン首相が1951年10月16日に暗殺されたことで、政局は不安定な状態へと向かっていた。パキスタンは、 インドとの対抗状態国との接近を必要とした。そのため、1954年5月にアメリカ合衆国と相互防衛援護協定を結んだことを皮切りに、同年9月にはシア党の一員となった。さらに1955年にはアメリカ合衆国主導の反共同盟である METO にも加盟した。アラブ世界では民族主義が高まり、 インドが事実上真相の非同盟主義に立つ中で、アメリカ合衆国にとってもパキスタンが西側との関係を強めることは、冷戦下での戦略上望ましいことであった。こうした中、1956年には、パキスタンイスラーム共和国憲法が制定され、イギリス王冠から独立した。経済の方では5年計画が作られ、高度経済成長が始まると、1958年に、 軍事クーデタが勃発し、アユーブ・ハーンが独裁政権を樹立した。1960年代になると、こうした外交関係に変化が生じる。1962年の中祖国境紛争で、中華人民共和国とインドに対立が起き、こうした中、アイユーブ・ハーンの軍事政権は、インドとの対抗上中華人民共和国と接近し、カシミール問題を有利に運ぼうとした。こうして、 領土問題が再燃し、1965年より第二次インドパキスタン戦争が勃発した。この際も国連の仲裁によって停戦へと至り、1966年1月10日にソ連の朝廷の下で多種権と宣言が発表された。結局、この戦争でパキスタンは何も手にすることができなかった。この一件でアイユーブハーンと仏東の関係は悪化し、 外省辞任後に仏党は、パキスタン人民党を決闘した。1960年代後半になると、軍事独裁への批判などから反政府運動が高まった。その結果、アイユーブ・ハーンは失脚するが、引き続きヤヒア・ハーンが実権を握ったため軍政は続いた。1970年11月、東パキスタンを大規模なサイクロンが襲い、30から50万人もの死者を出す。 第三次となった。この際西パキスタンによる災害救助の動きが極めて鈍かったことから東パキスタンでは政権不信が爆発し同年12月翌1971年1月に実施されたパキスタン発の普通選挙でムジブルラフマン率いるアワミ連盟が東パキスタンにて自滑り的圧勝を収め国会全体でも単独過半数を制した。 ところが、ヤヒアーハーンがこの結果を認めない姿勢を見せたため、東パキスタンで反政府運動が高まった。政府がこれに対し武力鎮圧を図ったことから、パキスタンは内戦状態に陥り、さらにインドによる軍事介入を招いて、第三次インパ戦争が勃発した。この争いは、インドの軍事的勝利で終結し、同年12月に、 東パキスタンはバングラデシュとして独立を果たした。この敗戦の攻めを追って、ヤヒアー・ハーン政権は崩壊し、民主化が図られた。また、1972年7月2日、パキスタンはインドとシムラー協定を結び、カシミール地方における両国の暫定的な勢力範囲を確認した。この間、国際情勢の変化に合わせて、外交関係も変化した。 1960年代後半よりインドはベトナム戦争の批判などでアメリカ合衆国との関係を悪化させた上第三次インパ戦争を有利に進めるためソ連とインドが友好協力条約を締結するそのためアメリカ合衆国はパキスタンと関係をさらに強める1972年にニクソン大統領が中国を訪問するなど米中関係が 大幅に改善したことにも助けられ、パキスタンは中華人民共和国、アメリカ合衆国と結びついて、インドと対峙することになったのである。ヤヒアーハーン政権の崩壊後、1973年に議員内閣制に立脚する憲法が採択され、パキスタンは民政へと移行した。第三次インドパキスタン戦争における戦後処理も進み、インドパキスタン間の交流も再開へと向かった。 1976年には国交が回復された。しかし、パキスタンの民政は長く続かなかった。1977年、選挙で勝利したズルフィカールブットを率いる人民党に対して、選挙の不正を指摘した野党が大規模な抗議運動を展開した。これが暴動などの混乱を引き起こすと、ジアウルハック陸軍参謀長が軍事クーデターで政権を掌握し、 自ら大統領に就任してしまった。間もなく仏党を処刑し、それから約10年間軍部独裁が続くことになった。この間、ムスリム諸団体からの支持を狙い、ジャマーアティ・イスラーミーの代表的人物を閣僚に加えるなど、政治に対するイスラーム原理主義の影響力が増していった。憲法も停止され、司法面でもイスラーム化、政教一致が進んでいった。 ベーナズ・イールブットをこの軍事独裁政権を維持する上で役割を果たしたのがアメリカ合衆国である。1979年、パキスタンの北西に位置するアフガニスタンにソ連軍が侵攻した。1970年代にはデタントと称される米ソ融和が進んでいたものの、ソ連軍侵攻によりアメリカ合衆国とソ連の関係は急激に悪化し、80年代のいわゆる 新冷戦へと突入した。この際、アフガニスタンのソ連軍を牽制するため、合衆国はパキスタンの軍事政権に大規模な援助を与え続けた。1988年、突然の飛行機事故でジアウルハックが死去すると、再びパキスタンは民政に戻った。総選挙の結果、かつて処刑された仏党の娘であるベーナズイール仏党が首相となった。その後幾度か、 政権交代が起こるが、国家のイスラーム化はさらに進んでいった。1990年代に入ると、パキスタンに核開発疑惑が浮上した。政府はこの疑惑を否定したが、原子力発電所建設をめぐり、フランスと交渉を行い、さらに同国から原子力潜水艦を購入するなど、その疑惑が晴れることはなかった。また、隣国の核保有国インドで、 ミサイル開発、実験が推進され続けたことは、パキスタンを核保有へと走らせた大きな要因であろう。1996年には、地下核実験用の採掘作業が行われていることが報道された。同年の核実験全面禁止を定めた CTBT にも加わらなかった。パキスタンがイスラーム色を鮮明にしていったのは、単なる原理主義への回帰ではなく、 対外関係、とりわけインドのヒンドゥー家とも結びついている。1980年代より、インドではいわば、ヒンドゥー史上主義が台頭し、反イスラーム感情も高まっていた。独立以来の両国間の対立構図が、宗教と結びついた形での排他的なナショナリズムを熟成させたとも言える。1998年、インドで人民党が政権を奪取すると、 そうした傾向は一層助長され、同性喧嘩で核実験も行われた。これに対抗して、パキスタンも核実験を行い、両国の対立は核戦争の懸念まで含む深刻なものとなった。こうした状況下で、1999年にパルベーズム・シャラフによって軍事クーデターが起こされ、パキスタンは再び軍事政権に戻ることになった。 2001年の同時多発テロ事件を契機とする合衆国のアフガニスタン侵攻はイスラーム化したパキスタンに難題を提示することになった。政教一致のイスラーム政権を標榜するパキスタンは従来イスラーム原理主義に立脚したタリバーン政権を承認する姿勢をとっていたが、インドへの対抗上合衆国との関係悪化を避ける必要があり、 合衆国の軍事侵攻を支持することを余儀なくされた。ありがとうございます。